はじめまして、荒井と荒井弘樹と申します。吉田でございます。よろしくお願いいたします。いろいろと、いえいえ、こちらこそありがとうございます。お忙しいところとお時間いただき、ね、本庄に住んでていただいててね、実は友達も本庄市役所に勤めてる。そうそう、聞きました、聞きました。内田くんとか、ね、大学3年生の時に、あの電気大学でその自動車研究室ってことに入って、はい、そうなんですよ。あの3年生ぐらいの時にちょうどトヨタ自動車でもあのセレクションがあったんですよ。ドライバー開発ドライバーオーディションみたいなのがあったので、はい、そこに申し込んで、で3年のもう冬ぐらいからずっとフィンランドと日本行ったり来たり、初め卒業できないんじゃないかなと思ったんですけど、なんかほら北欧選手権で史上初のアジア人 MVP 獲得って、はい、あのい、フィンランドの中の選手権がありまして、結構そのヨーロッパの中でもすごい有名な、1月の2週目ぐらいから始まるので、もうそのシーズン初めの第一戦がそこっていうようなイベントなんですけど、北極圏の中であるイベントで、マイナス30度からマイナス50度ぐらいの場所であったイベントでして、そこで初めてアジア人で、やっぱりフィンランド北欧の方が強いので、まあ、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド人しかその表彰台に乗れないっていうようなジンクスの中初めて、はい、どういうコースなんですか。基本的にやっぱりその海外の道はその道をそのまま木を切って切り開いただけなので、すごいバリエーションに富んでるんですよね。地形がそのままコースになっているので、何キロぐらい、何回も回るわけ、周回する、だいたい3回ぐらい周回するんですけど、タイムアタックできる区間がこう分かれておりまして、で、まあ、その4日間で合計300キロぐらいを全開走行して、4日間で300キロ、はい、でトータル距離はまあだいたい1500キロとか移動するんですけど、結構、うん、今度のそのね、あの岐阜でしたっけ、はい、岐阜、豊田市と岐阜の恵那、ここはどのくらいのこう周回コースなんですか。だいたいこれは世界選手権になると結構長くなるので、 SS、まあ、競うタイムアタック区間が300キロぐらい、300キロ、はい、でトータル移動距離がだいたい2000キロとか、そんな形になります。1回300キロぐらい、あの4日間で300キロ、はい、1回のイベントで、まあ、1週間、ま、あの、まあ、コースの下見から始まるんですけど、コースの下見をやってから、まあ、危ないところ、攻められるところっていうのを自分たちでこう決めていくんですよ、うん、でその本番の時にその横に乗ってるナビゲーターっていう、コドライバーって呼ばれる方がいるんですけど、その2人で作ったこうペースノートっていうものを読んでもらって、じゃあここのセクションはこのぐらいの距離だから、じゃあ全開で行こうとか、今雨降ってるから危ないからとか、霧が出てるからちょっと抑えようと。皆様こんにちは、今日はあのようこそお越しくださいました、ありがとうございます。では以降あの座って私の方から話をさせていただきますということになりました。荒井選手から何か一言あればどうでしょうか。はい、あ、すいません、失礼します。初めまして、あの荒井弘樹と申します。あの実は本庄市役所にもですね、自分の高校時の同級生があのおりまして、そこのつながりでいろいろと、まあ、せっかくだったらあの本庄市とゆかりがありますし、一緒に何か盛り上げてできないかということで、今回このような貴重な機会をいただきました。ですね、自分は本庄東高校から、まあ、ずっとここに通っておりまして、まあ、自転車で一昨日から通っていたんですけども、まあ、その頃からのもう仲のいいあの友達がサッカー部で、本当に同じ、まあ、3年間共にした仲間が本庄市におりまして、まあ、そういったところから今回のこういったことであの貴重な機会をいただいております。で今はですね、あの本庄市の方に引っ越してですね、まあ、結婚も去年の12月にしまして、ものすごい本庄市っていうのはあの都内にも近いですし、どこ行くにも、まあ、1時間以内で、まあ、都内に出れたりですとか、まあ、ものすごい立地条件もいい中で、あの今いろいろと生活させていただいております。で今回本当にあの WRC という、まあ、貴重な世界、 WRC は、まあ、世界ラリー選手権という企画の中で最高峰 あのイベントなんですけども、まあ、せっかくなのでこの機会をあの生かして、あの本庄市として一緒に盛り上げて、あのこの本庄市の良さを含めて発信できるようになっていけたらいいかなと思っておりますので、あの機会がありましたらぜひあの11月の WRC ジャパン、あのぜひご覧になっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。実はあの本庄市からはですね、車に貼れるようにハイドのステッカーをこの後あの贈呈する予定です、はい、本当はもっとでかいあのステッカーが欲しかったんですけどどうもスポンサーの関係でやっぱりすみません、大阪のステッカーということなんですけど、まあ、本当にありがたいことですので、これ後で皆さん方の前で贈呈をさせていただきます。一応プレゼンテーション以上でして、あのせっかくの機会ですので、記者の皆様方からご質問等いただければと思います。
朝日新聞の井上と申します。あ、よろしくお願いします。はい。プロフィールの方に書いてあるんですけれども、未来へつなげる仕事を。はい。この中にやはりやるツーリズムの発展ということがあります。はい。新井さんはフィンランドに拠点を置いて、ずっと欧州を回られたと思うんですけれども、はい、まあ、そういった中ではヨーロッパでラリーというのが文化として根付いている、はい、といったところで、そのラリーツーリズムというのはすごく肌で感じていると思うんですが、はい、こういったものがやはり日本本庄に持ってこれたらなという思いがあるんでしょうか。そうですね、もともとその自分やっぱりそのラリーをやっていく中で、そのなぜ日本と海外がここまでまだ認知度が差があるのかなって考えたときに、やっぱその地元の住民の方とかにまず理解をしていただく、でそこに対してまあ、コロナだったので、せっかくなのでこの機会にラリーという競技はサーキットがなくてもどこの地域でもできるんですね。なのでやっぱ海外と一緒にそのラリーがあるからそこの地域に来てもらうっていうことを積極的に発信して、で、まあ、その活動の一つとしてちょっと自分もメキシコに今年行ってたんですね、ネーションズカップとして。で、まあ、やっぱそこでは世界遺産の中をステージにして、でお客さんがその一晩で10万人とかそういった形でお客さんが集まっていただいて、で地域にやっぱりそれだけ貢献してるっていうのがラリーの一つの魅力でもあるので、本庄市もものすごいいろいろ、まあ、宿場町として栄えて、まあ、いろいろななんて言うんでしょう、観光地もあるので、そういったところをもっと積極的に発信して、ラリーというのが、まあ、100% あるとしたら 10% であって、残り 90% はその地元を発信してお客さんを呼び込むという形に将来的にできたらいいかなとは考えております。どうしましょう、どっかこっちに行って、はい、右で、はい、向かって右の方から、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫かね、これね、はい、はい、お忙しいところよろしいでしょうか。はい、すいません、ありがとうございました。はい、すいません、お忙しいところありがとうございました。すいません、失礼します。ありがとうございます、ありがとうございます、すいません。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。